っと待ってね。テロップ書くから。ポチポチするから。何しようかな。今日なんかあんまり決めてないんだよね、まだ。こんばんは。ちょっと待ってね。何も決めてないから、まあいいか。決まってからテロップ書こう、今日は。じゃあ名前を先に読もうかな。今日のツインテールだよ。どう？はい、名前読んでいくね。あおさん、まもるさん、わおどんさん、ひらつぐさん、つーさん、じょうさん、山田山さん、わったんさん、ひらたくさん、さっきーさん、まもるさん、かぞさん、とんさん、なんか今日声かすれてる。あ今日さ、ずっと声かすれてるんだよね。昨日レコーディングでめちゃめちゃ歌ってたら、めちゃめちゃ今日声カスカスなの。そうだから、あんまり今日ひなの声聞かないで。そう、なんかすごい、ちょっと一回水飲もうか。すごい声カスカス。本当に声カスカスなんだけど、やだすごいかすれてる。はい、一応飲んだけどカスカスでしたね。はい、赤郎さん、徳島のしんじくん、安田夏美さん、トノさん、早北さん、ひろのりさん、プッチーさん、ひらつぐさん、炎のモビルスーツさん、トノさん、ゆきいけさん、達人さん、山ちゃん、花ちゃん、こうくん、土屋太さん、シュートさん、たかゆきさん、ましましさん、はやはくさん、ひょろさん、あくさん、やまなやまさん、声がカスカス、あっこさん、メルギさん、まりまりさん、達人さん、ゼロさん、ゆらくん、はやはくさん、ピトゥーさん、そう、ジェイさん、カツチーさん、ヒロヒさん、ケイチさん、ベッピンさん、ジェイさん、徳島のひーくん、パイナミさん、サムキさん、フランゾーさん、ポケモン好きのたくみさん、カズズさん、イーサクさん、リサさん、ウーパールさん、ウーパールパッチさん、全然違った、ホムさん、フリダムさん、トムタムさん、はい、ということで、こんばんは、読めてないみんなもこんばんは。今日はね、配信していこうと思いますが、今日は皆さんオンライン席サイン、あ、そう、オンライン席サインもね現在受付中ですから、ひなちゃんと席、ひなちゃんの席は取れないわ、ひなちゃんの世界に1枚だけの席が欲しい方はぜひぜひ申し込んでみてくださいね。声ガスガス声ガスガス、本当に本当に今日ダメ、うん、ガスガスでごめんなさい。トモさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。うん、ツインテ好きすぎる、嬉しい、久しぶりにツインテしてみた。今日は気分ですね。うん、今日のメイクいつもと違う、そう、全然いつもと違う。今日はね、オレンジメイクがしたい気持ちだったので全部オレンジにしました。オレンジひなちゃん、あ、まぶたの上にキラキラ乗せようとしたのに忘れてた忘れてた。そう、チークもオレンジなんだけど、ピンクに見えるけどオレンジなんだけどな。そう、ひな、もともとさ、ほっぺの色が濃いんよ、なんかピンクなんよ、めっちゃピンクやからさ、なんかオレンジ塗ってもピンクになっちゃう、ほっぺは。そう、でもリップはめちゃオレンジブラウンみたいな感じのやつにしてみた。うん、そう、やってる？あんまりオレンジしないけど、今日はちょっとあの、いろんなメイクに挑戦しようと思ってオレンジにしてみた。
真っ赤に見える。本当に確かに。ちょっと確かに赤に見える気もするけど、これだよ。そう、オレンジみたいなんだけどな。おかしいな。おかしいな。おかしい。オレンジにしたはず。寒い、とっても寒い、とても寒い。今日何をしてないんだろうと思ったら、シェーディングしてないんだ。だからこんな顔がまん丸なんだ。今日なんか顔丸いなと思ってたら、シェーディングしてないからか。今日顔丸いんだけどと思ったら、シェーディングするべきだったな。シェーディングそんな変わる？めっちゃ変わるよ。シェーディング今からしようか。シェーディングしようか。ちょっと出てくるわ。移動タイム。よいしょ。どこだ。どこだどこだ。あった。どこだどこだ。出たらね。そう、シェーディングの大切さをみんな知らないな。じゃあひながやってお見せしよう。違う。反対もやろ。よし。ああ落ち着いた。ほら顔が小顔に見えるでしょ。小顔になった。シュッてなったでしょ。びっくり。びっくり。私シェーディング忘れたの初めて。びっくりした。確かにちょっと変わったでしょ。顔がシュッて見えるでしょ。ほらなったって。やっぱシェーディング大事なんよみんな。忘れとったんよ私は。ジンテル何歳までするの？何歳までだろう。自分が卒業するまでかな、アイドル。そんな線かもしれん。そのアイドルだったらツインテール許されるみたいなとこあるよね。こんばんは。ずさんめっちゃかわいい、ありがとう。そう、そういう気持ちのアイドル好きでしょ。やっぱアイドルだからね、許されると思ってね、してみるよ私は。大人になってもアイドルイコールツインテール、わかる。ひなもある。なんかアイドルといえばアイドルの髪型といえばツインテールみたいなイメージあるな。山ちゃんめっちゃかわいい、ありがとう。そう、でもあまり最近ライブとかでツインテールしてないから、今日はツインテールの気分になったのでツインテールしました。本当は下ろしてたんだよ今日は。
下ろしてた。発信が始まる5分前ぐらいには下ろしてた。そう、10分前ぐらいにやっぱ今日ツインテールしようかなみたいな気持ちに急になって、それで、あのね、そう、ツインテールにしたね。急な、10分前の急なツインテール欲5分で仕上げ、になちゃん天才、嬉しい。5分で仕上げた。やばいやばいと思いながらやってた。やばいやばい、始まる始まると思いながらやってた。洗面台でいそいそやってたよ。まだ雪降ってない。めっちゃ雪降ってたよ。うん、雪降ってた。めっちゃ寒いよ外。今出たらいかん。今出たら凍え死んでしまうって感じ。積もりそう。なんか積もるってママが言ってたから積もるんじゃない。そう、ママが言ってたからな。でもひな、すごい雪大好き人間やから、お風呂入る前に一回あのベランダに一回ちょっと出て雪を確認しようと思ってる。めっちゃ雪大好きなんだよねひな。うん、広島雪珍しい。そう、めっちゃ雪珍しい広島。嬉しい。積もれ積もれ。そう、寒そうやな。でも確かに明日も仕事やのにガタブルやん。山口もう積もってるらしい。そうなの。山口帰りたいな。雪を見たい。雪を、雪が積もっているのを見たい。はじめまして。あら、初見さん、見に来てくれてありがとう。よかったらフォローしてね。ハート。テロップ何にしようかな。今日何もね、なんか話すこととか全然決めてなくてやってるからね。どうしようかな。とりあえず初見さん大歓迎にしとこうか。とりあえず初見さんおいでにしといた。初見さんおいで、おいで。うん、めっちゃ昨日本当にレコーディングしたから本当喉ガスガス。びっくりする、全然声出ないわ。あんま今日喋ってなかったけど全然声出ないわ。今日喋ってないってあれだけど、なんかその今日喋ったんだけど、なんかそんな、なんか今日なんか低い声しか出んなと思ってたんよ。そう。あ、なんだこれは。今まだクマとか読んでないよね今日。あ、ちょっと待って待って待って。ん？なんか読み忘れてる気がする。あれ？一応言おう。山ちゃん、クマありがとう。クマ。せやさん。これはあれか、あれなのか、タワーなのか、クマなのか、タワーなのか、タワー、タワーっぽいよね。でも消えないから。声ガスガスだわほんと。カキカキしようかな。あ、タワー、よかった。はい、じゃあいたいたいた、せやさん、クマタワーありがタワーです。クマクマクマありがタワー。うん、綴り間違ってない？うん、合ってた。
すがす？全然声出ないんだけど。困っちゃうよ。困った。はい。つやさたわありがとうわ。はい。はい、スペシャルタイム終了。なんでこんなに声がガスガスになるんや。でも昨日は何曲歌ったと思う？すごい歌った。何曲っていうかもう何回もやった。ううってずっとなのがこんなになるのは初めて。うん、そう、受験です。嘘はやめましょう。嘘はやめましょうね。そういう子は正気ですよ。すごい声出す曲とかもあってさ、もうなんかやばい、本当に喉がガスガスだ。初恋です、ありがとう。嘘やん絶対。初恋なの？嘘やんそれは。あ、今日まだツイッターに避難シェアしてないかも。シェアしたっけ？どっちだ。はちみつプレゼントします。ほんとはちみつ舐めよう。ちょうだい。ラス恋です。嬉しい。ひなも最初の相手にはなれなくてもね、まあそれはしょうがないかってなるけど、でも最後のね人にはなりたいんですね。私が最後の人にしてほしい。頼むよみんな。そう、最後の人にしていただいて、みんなにとっての最後の人になりたいな。ひなちゃん最後にします。言ったな、信じてるからみんなのこと。てか今日20時に始めるの久々かもしれない。いつも9時の女だったけど。そう、ね、なんで今日はね、やろうって思ったから。今日は早めにやって長くやろうと思ったからです。頑張ってください。頑張ります。そうね、そう、特に意味はない。ただ君に早く会いたいと思った、それだけですが、何か悪いですか？ちょっと用事済まして戻ってきたの。えらい、用事済ましたの、えらいね。キュンキュンキュン。
演歌。あらら最高です。あらら。あらあら。いつも何時からスナップしてる？そうだね。でもなるべくゴールデンゲットタイムだよね。の9時から10時の間はやりたいなと思ってるんだけれども。でも今日は16時から17時ぐらいにしてたんだけど、そう割とバラバラなので、あでも明日からね冬休み期間が終わっちゃうから18時からとかぐらいからが多いかもな。これねベッドタイムだった。ゲットタイムってなんだ。ベッドだ。そうだ、もらえはせんかったわ。ゴールデン、ゴールデンもらえはせんかったわ。ベッドや。ポケモンゲットだぜの方じゃなかった。ベッドする方だった。そうなのよ、昼間には会えない。そうなのよね。でも昼間もねあるんですよ、ゴールデンベッドタイム。みんなやってね、お昼休みの時間にやってよ、やってやってよ。無理なんて言葉は聞きたくないよ。そう、今学生ね、スマホ禁止だったら許してあげる。うん、あお昼ボーナスタイムなんか。そうだ、それボーナスタイム。いや手に、うんうん、そうみんなのこと見えてるからね。フォローしました、ハートつけました、ありがとう。あ、そうだ、ツイッターにひなやってるよってやつや打った今日。なんかさっき聞いたのになんか違う話題に持ってっちゃった。やったっけ、え、やったっけ、ひな。今更ながらフォローした、遅れちゃったの、フォローするの。まあしてくれたならいいけどさ。顔のバズ神的に素敵。それはないよ、ありがとう。してないよ、してない、してないんかい。じゃあシェアしよう、今からツイッターに。なんて言おうかな、ツインテールのひなが待ってるよ。よし、受験です。お、見に来てくれてありがとう。チュキフォローしたな。大将さん、クマありがとう。クマ、そう今ツイッターに飛ばしましたが、どうでしょうか、通知来た。あ、よかったでございます。皆さんもね、ひなちゃんがショールーム今してるの、うん、してるよって、してるよって、ひなちゃん今ショールームしてるよってやってね。かくしゃんかくしゃん。今日誕生日なの。ハッピーバースデートゥーユー。アメイ、そう、カクシャン、カクシャンしろのよ、カクシャン。みんなは
偉いからね。推しになっても大丈夫。もちろん、むしろ推してください。そう、おろした、あ、そう、インスタもあるからね。インスタも忘れちゃいけません。インスタに拡散はできないんですけど、ショールーム。そう。今日テニスの試合で勝ち残りました。すごいやん。昨日運動が本当に苦手だからね。ちょっと誰かコーチしてください。最近ハマりました。あら、もう深海レベルにハマってください。生きてくれてありがとう。初見好きな、そう、フォローしてね。リオさんもクマありがとう。クマ、そう、部活動のマネージャーになってください。多分マネージャーとかひな多分向いてると思うよ。そう、なんか自分で言うのもあれやけど、そう、あのサポートするのはねできるんやけど、運動は全然できん。そう、辛いね。うん、応援するのはねできるんだけどね。って言って全然、そう、全然誰でも応援ぐらいは全然誰でもできちゃうっていう、はい、残念ですね。本当に、ね、誰でもできることしかできない。もう何も本当に得意なことがない。辛いな。そう、得意はアイドル。確かにアイドルは得意だよ。アイドルだけを得意にしております。本当にツインテール大好きマンなので、ツインテール、うん、ツインテール、ツイート見てか、ツイート見て飛んできました。この二つに結ばれた髪が好きなのか、しょうがないな。お料理、そうだね、料理も好きだけど、でもコックさんみたいにできるわけじゃないしな、みたいなことを考えたら、私は何ができるんだ。隠し屋の効果てきめんです。あのツインテール好きの皆さんにね、てきめんなのでね。そうね、存在してくれるだけでありがたい。もうみんながそうやって甘やかすけん、そう、ダメなんよ。ひなはダメ人間だから。ひなはダメ人間になっちゃう。ダメ人間。おらんと困る。本当に？じゃあおろかな。君にひなちゃんが必要ならいるよ。うん。可愛すぎてゲームやるって止まってしまいます。ゲームやりながら見よるん？あらま。え、みんなもゲームとかやりながら、なんかしながら見てるのこれ今。え、みんな今何してる？何してんねえ。
夏いないと無理。もう依存させていくからね、これからも。そう、ひなちゃんしか見てません。これからも依存させていくからね。車に乗ってる、運転中、気をつけて。お風呂入ってんの？いいね。七斜め、お、偉いですね。友達と見てる、友達と見てるの？友達友達も見るんだぞ、ちゃんと。ご飯食べながら、いいですね。テレビ見ながら、アイス食べながら、コーヒー飲みながらみんながダラダラしてて可愛いもっとだらけてそう、なんかひなダラダラしている人を見ると安心するけん、いっぱいだらけてほしい、みんなには。うん、もうねねねってなってていい可愛いってなる、可愛い、休んでるってなるから、いっぱいだらけて。初見です。アラマ見に来てくれてありがとう。ぴょん、よかったらフォローしてね。ハートのやつ、そのだよ。僕のことかな、ダラダラしてるの見たい見たい見たい、みんながダラダラしてる姿見たいそう、夕飯作りながら見てます。えらいね、何作ってるんだろう。じゃあ DM に送るかい送って送って、今こうやってこういうことしてダラダラしてるって送って送ってシャキッとしたけど、ひなちゃんかわいくて顔がにやけてます。顔が溶けてるのか、トロントロンにさせてやろうか。好きです、みんなもです。お話し会の時ダラダラしてもいい？なんかすごいベッドに寝転がりながらね、あのお話し会に参加する人もね結構そういるから、ぜひともぜひともみんなそんな感じでお話ししてもいいからね。そう、まあ、大体みんな座ってたり外にいるからちょっと立ってやってたりそういう人が多いんだけど、そうポツポツと寝ながらやる人もいるので、はい、寝ながらやってもいいよ。そうなのよ、ソファーでだらんとしながらお話がしそう。ソファーが多いかな。でもお疲れ様ですひなちゃんとボーリングしたいな、突然の突然のボーリング、どうしたん、ボーリングしたいん、しようか。ひな意外とボーリングできるんよ。できなさそうやろ意外とできるよ、ひひひ。前なんか STU のその撮影でボウリングしてたんやけど、メンバーでね、みちゅとココアととか、そんな感じのマリーナもたのマリーナと一緒だとか、ボーリングしてたんだけど、意外とひなできるんよ。そうそうなのよ、まあ、その時がたまたま調子良かったんかもしれんけど、そうなんですよ。
魔球を投げるのでグイーンみたいなやつ誰が一番上手、誰が一番上手なんだろうな。あ、でもココアめっちゃやるって言ってたから、うん、確かにココアかもしれん。うん、うん、スコアどのくらいだったんだろう、忘れちゃった。そうなのよ。うん、みんなもボリュームとかするんかな、みんな。ひな基本運動系のことあまりしないからなそう、コメント拾われない、ん、拾われたことない人も初見としてカウントされますか？それはカウントされません初見というものは初めて見に来た人のことを言います。ですが今読んだのでね、今日は記念日にしてください。なっちゃんに初めてコメント読まれられた記念日。うん、そうね。ボーリングやるの。あらまあ。うん。遊びに来た。やっほん。うんうん。そう、ケンさんおいでっていうテロップにしてるけど、めちゃめちゃ今日声ガスガスやから、声ガスガスな人思われそうつらい、 声がこんなに調子悪いの久々。ガスガス、もう寝るの、おやすみなさい。うん、ね、昨日レコーディング頑張りすぎたわ。映画が始まっちゃう。頑張れ頑張れ。日の明日から冬休み期間が終わっちゃうから、みんなにメールが朝ちゃんと送れない、送んないと送れなくなっちゃう。ちゃんと朝送ろう、頑張ろう。どんな曲かすっごい気になるの。うん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 、教えないよ。受験生アネットのテロップに今年受験ということで来ました。元気そうで何より。今年受験か、ちょっとずるいな、それはずるいずるい。ミュウミュウのなりそうしメール面白かった。そう、昨日さメール打ってたらさ、ミュウちゃんがさ膝に乗ってきたからさ、こう膝に乗ってるからしょうがないから、そうスマホを預けてしまったらさ、メールをポチポチ打ち出してさそう、すごいなんか変な文を送ったの昨日みんなに。そう、独特な世界観をお持ちで文明違いすぎてすぐ気づいた。
あのメールやばい、あのメールやばい、言うてひなちゃんかと思ってひどいね。あのメール送ったことないでしょひなね、本当に。うん、やめてよ絶対ひなちゃんのではない。そうだよ絶対ひなちゃんあの送ったことないピナダオそうピナダオって書いてあったのやばい。乗っ取られる感が強いそう、そか、ミュウミュウのも乗っ取る。確かにいつか乗っ取ろうかな。こんばんは、ついてるみゆちゃんはひなのことをピナって呼んできますからね。ツインテールと聞いて耳来てしまった。やっぱツインテールが好きなんですね。これが好きなんやろ、この二つに結ばれた髪の毛が好きなんやろお、アンナさん初見なの、見に来てくれてありがとう。フォローしてね、よかったらしてください。どかのことはみゆちゃん、そうみゆちゃんって呼んでるひなは。本当はねみゆって呼びたいんだけど恥ずかしくて呼べないの。そう本当は呼びたいんだけどね、恥ずかしい、呼べないんだよ。うん、うんうん乙女そう私順序やから話したありがとう、ルルルルそうなんよ、出れちゃうからな。昨日誰かの名前呼び捨てにしてるメンバーいないかも本当に。え、いるかな。あ、ココア、ココアいたわいたわ。でも大抵ひなちゃん付け呼んでしてるんですよね。そう、あだ名かちゃん付けなんでココアが唯一かもしれない唯一かもしれない。うん、そうなのよ。うんうん、マイハ、マイハも、たマイハって呼ぶ時もあるしマイハちゃんって呼んでる時もあるんだよね。そう微妙なの、どっちも呼んでるどっちも使ってるそう、ファンのみんなの名前も多分さんかちゃんかくんって呼んでるみんなのことキャッ、呼び捨てなんて恥ずかしくてできない。うん、そう、様で呼ばんけど、では呼ばんけどさ、呼び捨てにしてほしいの、思わず言っちゃった感じで、あららら、
呼び捨てファンタジーですね。呼べないわ。ちゃん呼び好きなので嬉しいです、リサちゃん。みんなが呼び捨てで呼んでほしいかもしれんけど、私は恥ずかしいからしないよ。どうしても呼んでほしい方はね、ぜひぜひお話し会で頼んでください。そう、二人だけの時に、二人だけの時なら呼んでもそんなに恥ずかしくないかもしれないけど、ちょっとこんなショールームというみんなが見ている公共の場で、その君の名前はちょっと呼び捨てできません。うん、私もひなのこと呼び捨てにできない、めっちゃひなって呼んどるやないか、呼び捨てしとるやないか。めっちゃひなって呼んどるやないかい。コンプライアンスに、そう、みんなのこと呼び捨てにしてたらコンプライアンスに引っかかっちゃう。そう、オキポがバンされたって言ってた。オキポがお風呂配信してたらバンされた。新しくショールームのルールに入浴しながら配信をしないが追加されてた。おきぽやないかーい、それ絶対おきぽやないかーいと思った岩田ひならしいね。ね、おきぽさん全開ですね。狙い撃ちやないかーい、絶対におきぽやないかーい。限界に挑戦する、でも限界に挑戦するをおきちゃん面白くて好き。そう、次はプールに私服で入ってそう。本当に面白い。次またプールに入りながらの配信はダメですってきて、おきぽやないかい。面白い。でも本当にどこまでが OK なんだろうね。今できる限界は何なんだろう、この配信で。お風呂に入っちゃダメになったでしょ。あれが一番ギリギリラインみたいなとこあったけど、あれがダメになったということは何がいいんでしょうかね。足湯配信、あ、それだ。絶対それだ。足湯配信が今のできるギリギリだね、天才。足湯配信が今できるギリギリだね、きっと。店にはこう使ってる姿見れないしから、足だけだから、それだね。ね、見てる人もあ、お風呂使ってないなーと思ったら足だけ使ってる。それだ。おきぽに今度じゃあ足湯配信を挑んでもらいたいですね。自分はやらないっていう。おきぽにやらせる。
こんばんは、初見さんですか？見に来てくれてありがとう。よかったらフォローしてね。うん、足つぼ配信は余裕でありそうやけど、みゆみゆと温泉にいたら、みゆみゆと温泉に行ってみたいな。確かに今度温泉行くときみゆちゃん誘おうかな。こんばんは。毎回このテロップでもいいかもね。いっぱい初見の人がコメントしてくれて嬉しい。まあもちろんいつも来てくれるみんなのコメントも読むのは楽しいのは当たり前なのですけど、みよちゃんの名返しまた見たい。またやろうかな。じゃあね、今できてるニキビが治ったらやるよ。そう、今できているニキビが治ったらやるよ私は。に入って配信、こたつ家にないんだよね。うちこたつないよ。なんでだと思う？こたつに入ったらみんなこたつから動けなくなる、廃人になってしまうから、こたつがないよ、うちの家は。そう、昔はあったんや。こたつぶりになるから。そうなんです、本当にこたつぶりになってしまうのです、私の家族全員。寝落ちしちゃう。そうなんよ、そのまま寝るんよみんな。そう、それがダメなんですよね。風邪ひいちゃうんですよね。なんか上半身が寒いのに下半身だけ温まってると風邪ひくらしいよ。そう、出れないよね、わかる。今日は何時まで？今日もいつも通り10時まであります。10時まで。うんうん、そうなんだよ。全身入ろう。確かに全身入ったら問題ないのか。そう、あら長いわね。そうだね、2時間やっちゃうよ。あと1時間しちゃうよ。ふふふ、死ななはれ、死ななめする。でもなんかさっきやったからみんなのハートが回復してるのかしてないのかわかんないんだけど、2時間スペシャル。なんかの番組かな。今頃フリート見た。マジか。まあ見てくれたらはいつでも嬉しいんだけど。ハートはゲットに揃えて万全です。さすが、久しぶりに来た。めちゃくちゃ痩せてる。本当に痩せてるのか。うれぴー
こんばんは。お、これやる。あ、ありがとう。七並べ用のタブが来た。岩田ピノ。もちろん、もちろん設定は岩田ひなですよね、ミノさん。もちろんですよね。岩田ピオちゃんが届けに来てくれました。よいしょ。相変わらずコインえぐくて笑う。一時100千万32万円持ってますよ。ですが私は今月はですね、一押しガチャが始まるまではやらないから。でも一回一期生の時にやる、やるけど、そう、大金持ち大富豪やんでしょ。そうなんです。こんばんは。アイコンガチャで今田ひなちゃんが出ない。全然出ないよね、あれ。難しい、なかなかメンバー多いから。チラチラチラ。40万持ってるの本当に？ひなよりも多いことある？すごすぎる。そう、メンバーは配給があるから結構持ってられるけど、40万もあるのはすごいですね。アイコンがゼナちゃん当たったの。うん、すごい、すごいね。配給配給制。そう、でもね、毎日ログインボーナスとかね、ゲームのプレイをするたびでね、お金とか入ってくるけんね。そう、たまになんかイベントみたいなやつで宝箱とかあるからね。ゲートできるよ、みんなも。ね、コツコツ。そうだよ、初見です。本当ですか？なんか初見マークついてないけど、初見の人た多いよね。見に来てくれてありがとう。ハローしてね。ハローしてなかったら絶対だよ。そう、コインのことお金っていうの本当好き。確かにコインって言った方がいいか。コイン、あ、初見、あ、初見のマークついてる初見さんだ。見に来てくれてありがとう。よかったらフォローしてね。ハート、ハート押すんだよ。フォローしたのありがとう。ありがとうね。あら、チェキ予約したの。名前読むよ。チェキ会楽しみにしといてくださいませ。わかりました。偉いですね。ね、ここが今タマピオになっております。皆さん見てください、タマピオになっております。あ、初見さん見に来てくれてありがとう。よかったらフォローしてね。ふふふ。今ここのランキングには you
すごい今2位ですね。みんなありがとね、やってくれて嬉しい。あ、9時になったので、じゃあそろそろね、七並べしていこうかなと思いますので、皆さんぜひぜひもう一旦まつわる方ね、ない方はね、今9時1分になりそうだから9時2分からやるので、9時2分になったらお手持ちの七並べのアカウントを開いていただいて、ピッてピッてゲームプレイしてください。2分からやるよ。そう、はーい、いいですか、皆さん準備してますか。ワクワク、ウキウキ、犬ちゃんと対戦するかもしれませんよ皆さん。当たれ、そうです、皆さん当たることを祈ってください。その時計は電波時計のずれておりません。あともうちょっと、あともうちょっと、あともうちょっと。5時に、5時4、5時4、5時5、5時6、5時4、5時8、5時9、60。タカオサヤカちゃんと当たったよ。サーヤンと当たったんだけど、ひな今。サーヤン。見てる、見てるのかな、いやさすがに見てないか。サーヤンと当たった、サーヤン。面白すぎ。あとし、なんて読むんだろうこれ、真空虚さん。なんて読むの、真空虚、真空拳、それは違う、真空虚さんかな、と当たりました、ありがとう。サーヤンがいる。メンバーがいる、メンバーが。ミラクル、ミラクル。面白すぎ。まさかメンバーと当たるとは。いっぱいスタンプ押してくれる、サーヤンが。早速バーストしたんだが、ピエン、それはピエン、どうしようかな。もらっとこ、いやどうしようかな、もうなんか下手になって下手になった気がする、急にサーヤが出てきて動揺が隠せない今。もうどうしよう、本当に負けた、バーストした、みんな頑張れ、負けるな、自分を信じろ。やだー、ひなもバーストしちゃいそうなんだけど。あら、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 3位、あら、あら3位。3位だった、サーヤに負けてしもうた。サーヤに負けてしもうた、みんな。なちゃんスタンプ押してくれるからいいよね。みんなにスタンプ返していくよ。神対応していくよ。じゃあ次は6分からやろうかな。もう5分になっちゃうから。そう。サイヤン強いな。負けてしもた。6分からするよ。全員ひなちゃん推しで勝った、おーすごい。でもみんなひなちゃん推しなら争いはゼロですね。
もう誰が勝ってもいいよみたいな感じ。平和村よ平和村。そう、ちょっとサイヤに負けてしまった。次こそは6分からするね。あともうちょっとあ、55、56、57、58、59、60。はい、誰と当たったかなと。お、ひなちゃん推しはりんさんとまるくん、一緒に七並べやってくれてありがとう。初期の章ですよ。こんばんは、こんばんは。お好み村？それは広島県民、県民にしかわからなさそうなネタやな。よいしょよいしょ。ちょっとあ、しゃがんなら、ね、ちょっと、あ、しゃぎれない。あ、しゃぎたい。あ、しゃぎすぎた。よいしょ。関東だけど知ってる。あ、知ってるんかい。勝つわ先生復刻された。負けんよ。私はひなちゃん推しだからといって勝ちに行くからな。悩むけどいらない、いらない。負けてしまいそう。あ、もうダメだ。また3位なんだ。もう今日は3位の日かもしれない。今日私はもう3位の日、3位の女。弱弱、つらい。なんでこんなに弱いんだ。次は、あ、9分からやるね。1位だったよ、素晴らしい。連続で2位、2位の日か今日は4位の日です。それは泣いちゃう、それは泣いちゃうわ。9分だからだよ、みんな。9分からだよ、みんな。そう、こうやって画面見せながらでも配信していいんだっけ。55、56、57、58、59、60。お、あちゃん推しはでりだん、まるくんと犬金さん。あ、まるくん2回目だね。ありがとう、一緒にシナリオしてくれて。お、こんばんは、主金さん。どうもいらっしゃいません。よかったらフォローしてくださいどういうキャラ。コンピオですよ、皆さん。かわいい初見なんですか。ありがとうございます。よければフォローしてください今、シナラベというゲームをしております。ゲーム中、画面見せていいんだっけ。なんかさ、ゲーム配信 OK になったっていうのをさ、見たことはあるんだけどさ、七並べとかいいってこと、いいってこと。詳しい人、詳しい人ヘルプミ。
あまり見せたらダメってどういうこと？ちょっとだけならいいな。あーどうしようかな。ね。あばば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 ばいらない。三連勝すごい。ひなも頑張るわ。あ連続3位は免れたわよ。だが2位。よかった、連続採用なる、免れた、2位だった。ピエン、ゲーム以外の画面見せるのはいいんじゃない。そうなの、ゲーム配信みんなこうやってやってた、七並べやってるこの配信を、まあこれは浮気なんですけど、見たことがある人は上着告発になるんですけど。ああちょっと12分微妙なので13分からしたいと思います。やった、みんな見た、負けたのダメじゃん。まあ日野も負けれたけど、13分からやるね。そう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 、他を知りません。見たことないかも、見たことないのか、なるほどね、見せながらはなかったのね。じゃあ見せないでおこう。もうちょっとだよ、みんな。おじみ、おじさん、おじし、55、56、57、58、59、はい。うんうん。お、あ、みんなひなちゃん推しだ。ですね、ライトポールさん、マオルさん、トムトム、アットマーク、パコネンさん、一緒にし並べてくれてありがとう。元なの？本当に？ありがとう、見に来てくれて。よかったらフォローしてね。チュッチュ。フォローしてくれたらチュッ。おお、めちゃめちゃサイリウム振ってくれるやないか。ね、みんなやっちゃましやから、もうこれはひな負けてもいいよ。これはもう平和村ね。あらかわいい、久しぶり久しぶり。あらどうしようかしら。頑張ってください、頑張ります。うん、どうしようかな、パス。あらーどうしよっかな、パス。どうしようかな、もうパス。めっちゃパス使う人。私は負ける。あれ、あれ忖度されてる？あれ忖度されてる？あれ1位だったけど、これ忖度されてるね。忖度してもらって、忖度してもろて、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの忖度で
1位になりました本当に申し訳ない。オタクは優しい、本当に皆さん優しい、ありがとう。あー16分微妙かな。じゃあ17分にするね。こんばんは、こんばんは。パチパチ、平和村で1位になりました。なっちゃん推し4人だった、1位だったよって。おお、なっちゃん推し4人のとこだったの。サラピと当たったの。あら、みんなやってるのかな。お、しけんさん見に来てくれてありがとう。フォローしてね、フォローしてね。しけんの魚君、ハートボタンを押すんだぞりょうもいになれるからさ。ミーヒンたったでござる。じゃあみんなやってるのか、この時間帯は。あ、あともうちょっとで17分になるよ。みんな17分になるよ。あともうちょっとだよ。55、56、57、58、59、60。リリリリン。お、みんな日の調子だ。とっても嬉しい。キャリーテイテイさん、正統京太郎さん、安典さん、一緒に七並べやってくれてありがとう。平和村ですね、また。キュンです。ポケットからキュンですイミリンと当たった。あら、今の時間帯ひな以外のメンバーともしかしたら当たるかもしれませんよ皆さん。その場合でもね、なんとメンバーに当たると称号というものがもらえたり、コインとかボーナスポイントがね、倍になったりするので、すごいよね。こんばんは。しようかな。いや、これはもう、おお、優しい優しい2位だった。優しい、みんな優しいの。みんなが優しいおかげで2位だったよ。みんな優しいからな。あ、次20分になったらやるね。こんばんは。3位だったけど全員ひな調子だった。もう平和村だったらよかったね。それは素敵。みんな優しいからね。なっちゃん推しの人はみんな優しいからね。あ、もうちょっとだ。53、54、55、56、57、58、59、60。今日初めて1位だった。素晴らしい。お、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 ひなちゃん推しは誰だ。みんなが好きなソースタンプを教えて。誰かわからない。あ、おまちゃんとけんいちさん、一緒に七並べやってくれてありがとう。
おおおお。いいなのね。いっぱいみんながやってくれてとっても嬉しいですよ。ちゃんどこ？ここにいるよ。しなべやってるけど当たるかな。当たるか当たらないかのドキドキ感もいいよね。3位だったよっこいせ。シンプルに負けてきた。ひなもシンプルに負けた。普通に3位だった。次は23分からやりますね。倍2位だった。おお、やっと1位になれた。素晴らしい。一緒に遊ぶ過去切実面白い。しならべのボイスも2年前ぐらいに撮ってるボイスだよね。あともうちょっとだ。56 57 58 59 60。懐かしい声って感じがするけど、ちょっとだけ。お、こうくんと、ひろのりさん一緒に七並べやってくれてありがとう。つきなさん、遊びに来たの。一緒に遊ぼうよ。一緒にゲームしようよ。いいねって。ありがとう、見に来てくれて。切り方当たった。今もメンバーとまた会えるかな。本当にピエン。どうしよう、ピエンだな。ピエン祭りが行われてるか。ピエンなんだけど、本当に出せないの。やった、1位になれた。最後の方本当に申し訳ない。なんかパスをし続けるっていうのはなんか本当に申し訳ない気持ちになる勝ち方だよね。なんか本当にごめんと思いながらパスしちゃう、いつも。ごめんね。1位だった、ウェイ。やったやった、1位だ。戦に勝ってきたぜ。あ、次26分からやりますね。実力で勝ったからよかった。
ちょっとん。52、53、54、55、56、57、58、59、60。D さんとトノさん一緒に石並べやってくれてありがとう。来た、お、来た、本当だね仲良ぴ二人で来たってコメントしてから仲良ぴ。今回最初からめっちゃカード少ないわひなたまにそういう時あるよね。お、びっくりした。画面見たらミラーボールになってて、ミラーボールもともとの手札が少なめだったから勝てそう。これは勝てる、勝てるぞ、勝ちたいぞ。やった、勝てた少ない時は負ける。本当に今勝てたぜ。やったね、1位だったぜ。ひひひテストが少なかったから勝てたぜ。2連続1位を取ることができてとても嬉しいでございます。やっと1位になった、やったね。次は何分からにしようかな。さあ、30分からにしようかな29分微妙やから30分からにしようかな。ただいま CM 中、 CM 見て見て、みんなハート回復できるけんね。ちゃんと対戦するコツ知りたい。もう願う30分ぴったりになったらもうすぐ押す。それがきっと一緒になれる秘訣です。頑張ってるよ、ありがとうね、応援してくれて。ついて触るの好き、さらじわ。こんばんは、やつ初見じゃないけどこんばんは、こんばんは。あともうちょっと、あともうちょっとだよ。55、56、57、58、59、60。さあ、お、ひろのりさんとトノさん一緒に石並べしてくれてありがとう。さっきも言った気がする、2回目か。よし、
神経タイプみんなきっと今七並びやってるんだろうな。神経タイムだな。初めまして。お、見に来てくれてありがとう。よかったらフォローしてね。どうしようかな、場所にしようかな。あら、在留もありがとう。もう受け取るもうここを出してほしい。私にはパスがない。そしてジョーカーもない。勝てるのか。これは負けることしかできないじゃないか。ぐすんぐすん。4位になった。ぐすん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 。ごそんごそんごそん。負けた。めちゃめちゃに負けた。あと1回でハッピースネスなのになかなか対戦できない。うわー、ドキドキだね。じゃあ今日34分からやるね。皆さんのことギュッてしてもいいですか。いいよ。よちよち。やったね。よちよちしてもらったぜ。ワイはあと1回でロマンス。お、ドキドキだね。それは次こそ負けないぞという気持ちでやっていきたいと思います。10ベットするんで負けてください。当たったら考えるね。あ、55、56、57、58、59、60。お、ソウルメイトさんとユキユキさん、一緒に七並びしてくれてありがとう。さっきも見た気がする。あれ、そんなことないのか。その息で全集中で全集中で頑張ってみたいと思います。そういえばさ、みんなから届いたさ、プレゼントとか年賀状をね、最近持って帰ってきたんだけど、やっとやっと持って帰ってきたんだけどさ、その中にいっぱい鬼滅のグッズがあってね、いっぱいね飾ってます。今でも飾れてないやつもねあるんですよ。置き場がなくて、だから置き場作らないとなって思っております。あの、なんかスケスケのケース、なんかこう棚みたいな、なんていうんだあれ全然出てこない。スケスケの棚みたいなやつ欲しいわって思っている今を。この試合は負けてしまいそう。なんだって。ショーケース
クリルケース、ショーケースかな、ショーケースか。また4位だった。弱すぎる。ちょっと待って、弱すぎる、ダメだ。ちょっと調子が悪くなってきた。調子悪いよ。めちゃめちゃめちゃ調子悪いよ。全然ダメじゃんね、本当。本当に2回連続4位なんて久々よ。こんなに悪いことある。絶対に次こそは1位を取りたいと思います。絶対に次こそは1位を取ってやる。そういう気持ちで挑みますか。37分にあたりやりますね。あ、37分意外と近いよ。みんな55 56 57 58 59 60。フラグなんかな、このフラグ立ててるから勝てないのかな。お、全員平手押しだ。ナナナスさんとジョンさんとこの真空巨さんなんていうのかな、2回目なんだけど、ごめんね、間違ってた読み方、漢字にめっぽう弱くて。みんな平手押しなので、まあ負けてもいいなと思いながら戦うんですけどね。うん、忖度甘え、そう、忖度は甘えやからさ自分の力で勝ちたいよ、ひななんて、ひななんて自分の力で勝ちたい。そう、あ、待って、間違えちゃったもう負けるかもしれない、間違えちゃった。大号泣、もう間違えちゃった待って、本当に間違えちゃった笑っちゃう、本当に間違えすぎる、本当にひどい間違えした今、本当に最大のミスを犯した。もうこれは勝てませんしんどい、しんどすぎる、面白い、辛いよ、辛いよ、辛いよ。あ、でも4位ではなかったよ。だがこれは普通に負けちゃうよ。はいはいはい、3位はい、3位でしたね。残念ながら岩田ひなは3位でした。次は40分からやりたいと思います。こんばんは、みんな挨拶できて偉いね。やっと1位になれた。やったね。1位になれたら嬉しいよね。あともうちょいだよ。用意しておくんだよ。次は無心で押そう、物欲をね。あ、あともうちょっとだ。56 57 58 59 60。さあ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 、あら、ひなちゃんちが一人しかいなかった。ハイボールさん、一緒に七の鍋やってくれてありがとう。キリがいい数字だったから、みんなやってるのかもしれない、メンバーの子たちが。そういう時ね、みんなと当たりにくくなる気がするメンバー結構みんなキリのいい数字の時にやるじゃん。なっちゃんだ、なっちゃんと当たった。みんなやっぱりキリのいい数字にやりがちなんよ、メンバーは
とりあえずキリのいい数字にやったら誰かと当たるかもね。ギリギリを攻めすぎた。ギリギリを攻めすぎちゃった。ピエン。全員の調子素晴らしいね。平和村。今も平和村に行きたいよ。おーどうしよう。めっちゃパスしてるけど、みんな出さないよね。そうだよね。もう出すしかないわ。チートられた。そうだね、2位だった。まあ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 、全員の調子だった、素晴らしい。次ラスト、そうだね、次ラストにしようかな。もうそろそろ時間が来るので、これがラストにしたいと思います。どうしようかな。44分からやろうかな。44分からやるからね。3分じゃないよ、4分だよ。みんな本当に今日声ガサガサだな。ガサボ。ジョロメ、ジョロメだ。悪いこと起きそう。44分だなって悪いことが起きそう。次こそ、最後こそ当たりたい。みんなの願いをタブに載せてるから今。当たれ当たれ。そう。かわいいひなちゃんと対戦したない。かわいいって言ったら当たると思っとるんか。44分。44分、あともうちょっと頑張ってください。ラストだからね、ひなも気合を入れてやりたいと思います。1位になるぞ。56 57 58 59 60。おワタンさんと広島のタクさん、一緒に七島鍋やってくれてありがとう。そう、当たらんくっても頑張ってみんな1位を目指してやるんだぞ。やってるからね。今はイベント頑張り中なのでね。そう、七並べいっぱいやってるけん、当たるチャンスはいっぱいこれからもありますからね。ひなも1位で終わりたい。ピエン、やっぱ今日は3位の日になったんだ。ひな今日
今日もサイン率が高い日だと完全に辛い辛いよ辛いよ。ということで48分になったらスペシャリストとかねランキングを読み始めたいと思います。4位だったピエン3か4位だったの。夏星4人だった。あ、それはいいね、素晴らしい。1位だった、すごい。まあ何位でもやってくれることがすごい嬉しいのでね、ありがとう。みんな七並べやってくれてありがとう。はじめまして、お、見に来てくれてありがとう。初見さん、よかったらフォローしてね、ハート押してね。今回はね、あの温泉旅行に行けるイベントをやってるんですけれども、七並べでね、それのテレビ出演のねかけた感じの出演権か、テレビ出演権をそうかけてるんですけれども、ぜひとも皆さん一緒に頑張っていただいて、ひなちゃんテレビ出演させてください、よろしくお願いします。ひなもいっぱい七並べやってるのでね、いろんな時間にやってみてください。ということで、48分やったのでね、スペシャルギフト読んでいこうかなと思います。48になったのでね、できるだけやるね、えらいえらい、よしよし。まっすぐ一番背に、あ、本当だ、いつの間にかいっぱい見に来てくれてありがとう、ラブよ。ということで読むよ、読みよ、スペシャルギフト読むよ。なりしおさん、バラありがとう。エイジホテッドさん、かわいいありがとう。あぶりサーモンさん、アイスありがとう。ケンチさん、かわいいと尊いありがとう。マールさん、アイスありがとう。平野ゆういちさん、かわいいありがとう。平たくさん、アイスありがとう。D さん、風呂敷ありがとう。ワオさん、梅ありがとう。カズさん、バラありがとう。ポケモン好きのたくみさん、バラありがとう。ポムさん、かわいいありがとう。スマイルさん、ハートありがとう。瀬戸魚太郎さん、秋梅ありがとう。ハマチさん、花束と風呂敷と小判とバラありがとう。平たくさん、ハートありがとう。スケさん、アイスありがとう。ペンペンさん、ハートありがとう。あ、ハートとバナタバありがとう。マールさん、似合うありがとう。岩高新さん、かわいいありがとう。スマイルさん、バラありがとう。チューさん、ハートとアイスありがとう。ホテータ&坂道グループイコール木貝さん、ミラーボールありがとう。玉木さん、梅ありがとう。赤ちゃん、小判ありがとう。ケイチさん、ハートありがとう。ウォードンさん、花束ありがとう。ジャッキーさん、ハートありがとう。ホテータ&坂道グループイコール木貝さん、アイスありがとう。平たくさん、バラありがとう。赤ちゃん、だるまとバラありがとう。マウルスさん、ハートありがとう。平たくさん、バラありがとう。ユーティンさん、ハートありがとう。愛媛の雄大さん、お疲れありがとう。ケインジさん、梅ありがとう。アンナさん、かわいいありがとう。平たくさん、バラありがとう。ジャッキーさん、ハートありがとう。ツーさん、梅ありがとう。ディオさん、ハートと花束ありがとう。徳島のひーくん、タコありがとう。スノッチさん、ハートありがとう。ディオさん、かわいいアイスありがとう。徳島のひーくん、アイスありがとう。平野ゆうちさん、かわいいありがとう。チキンクラブさん、ハートありがとう。トノさん、アイスありがとう。ソウルメイト様、アイスありがとう。福島のひくん、ハートありがとう。トトイマーありがとう。ジェキーさん、かわいいありがとう。パイノミさん、あきおめありがとう。ヤマちゃん、パチパチありがとう。ケインチさん、ハートありがとう。トモさん、アイスありがとう。ノイジョーさん、バラありがとう。エイジオテイトさん、かわいいありがとう。アブリサモンさん、アイスありがとう。読めたかな、みんなのこと。初見です。あら、見に来てくれてありがとう。
よかったらフォローしてね。受験の子はフォローするんだぞ。受験です。本当にそんなに受験来てくれるの嬉しいな。緊急事態宣言発動されたけど、オイラ関係なく仕事なんて行ってきます。頑張って。気をつけるんだよみんな。ちゃんとアルコール消毒、マスク絶対にしてね。絶対だよ。約束。ではでは、そろそろランキングも読み読みして、みんなのコメントも読み読みして終わりたいと思います。13位カドさん、おめでとう。カドさんのことが好きなさん、おめでとう。12位ザッキーさん、アットマークエイリピュアちゃんズ、メイン10とも10とだよ。そして11位赤ちゃん、おめでとう。赤ちゃんのことが好きなさん、おめでとう。10位ナワキクロードさん、おめでとう。ナワキクロードさんのことが好きなさん、おめでとう。9位平田くさん、好きすぎてつらい、デレ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 って感じ。どんどんデレデレしてください。ひなちゃんだけにデレデレしてください。8位リオさん、リオさんのことが好きなさん、おめでとう。7位徳島のひーくん、今日もひなちゃんが大好きなぞ。ひなも今日もひーくんのことが大好きなぞ、おめでとう。間違えた、6位つーさん、11日の今年初のお話し会楽しみね。そうだね、あともうちょっとだね、あと3日ぐらいでありますけれども、明けおめを皆さんにね、個人個人で言えるのがすごく嬉しいでございます。そして5位サミキさん、ひなちゃん実は俺のこと、すさあさあどうでしょうさあどうでしょう、さあどうでしょうね。すの続きがちょっとひなちゃんもよくわからないので、どうなんでしょうね。そして4位平野由一さん、ひなちゃん好きなさ、ひなも好きなさ、平野由一さん好きなさ、チュッキーチュッキーチュッキー。3位トノさん、大佐ありがとう、夕方の時よりは全員がメンバーでびっくりしたってそうやんな、たまになんかミラクルみたいなことが起きたらね、なんか自分以外全員メンバーみたいな時あるからね。ハーレムハーレム素晴らしい。大戦七並べもね、いっぱいやってくれてありがとうね。そして2位トノさんじゃない山ちゃん、あとマークザキさん、ごめん、やっぱりあなたが好きです、告白された、ごめん、やっぱりあなたが好きですって感じかな感情を込めて読んでみた。そして1位はドルルルルパーン、せいやさんです。頭気のパーン、カラギャーシュ最高でしょ、さっきシュキピだよ、やった見てくれてありがとう、なもシュキピだよ、ヒヒ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 、好きなんでしょ、好きなんでしょ。お、ドロンコさん、ブランコさんか、かわいい、ありがとう。そうそうそう、パチパチもありがとう、みんな。そうね、今日は最強ツインテールでお送りしました。僕の好きな最強ツインテールでしょうかねは15分ですね。それでは今日も皆さん、スペシャルギフトとコメントたくさんありがとうございました。読めてない皆さんごめんなさい。でも次の配信ではね、読まれるかもしれないので、まだフォローしてないよって方はぜひぜひフォローして次の配信も会いに来てください。そして Twitter と Instagram もやっていますので、毎日投稿しているのでね、まだフォローしていない人はぜひぜひフォローして、毎日なちゃんに
コメント送ったりとか、いいね送ったりとかしてくれると嬉しい。リツイートしたりとか、配信ありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。本当に読んでくれる？読むよ読むよ。普通にね、そういうなんだろう、 SNS のね、そういうコメントとかもね、毎日みんなのこと全部読んでるからね。そう、ぜひぜひしてね。みんなのその言葉でね、頑張れますので、よろしくお願いします。みんなのこと好きだからね好きだからね はい、ということで今日も配信見てくれてありがとう。それでは皆さん、今日も一日おつぴよおつぴよと言った。ちょっとツイートん、今日ツイートまだしてなかったけん、今からツイートしたいと思いますなのでちょっと10時ギリギリにはしませんおつぴよ。ツイート1位ね狙ってね。じゃあみんな今から投稿するから、1位ね狙ってね。行くわよ、またね、フォローしてねまた。ジンテールでした。バイバイ。